ット界に嵐を巻き起こす男、ノーフィア高山義弘の入場であります。南海の野獣がやってきました。キングジョーの入場であります。高山キングジョーシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーキングジョー280ポンド高山義弘、高山キングジョー赤コーナー270ポンドキングジョーキングジョーキングジョー、レフリーレッドシューズ運動、高山さあ、運命の鐘が鳴った。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。行くのか、ボディースラムで投げてまいります。スリーパーに捉えます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。このポーズです。バットエルボー、逆にバックに回った。肘を打ち込んでまいります。エルボーを入れていきます。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。バックに回った。バックドロップの体勢、もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのが、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。掴みます。キックで返します。掴んだ。パンチで返します。膝へのキックです。このあたり入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。ええ、ボディースラム、相手を挑発してまいります。ラフ殺法に転じます。掴みます。膝を入れていきます。顔面を蹴り上げます。組みに行きます。場外に落とします。リング下に降ります。強烈なキックです。ロックアップ。わっと、お気をつけください。キックを打っていきます。鋭いキックです。キック攻撃を見舞います。あっと、キャッチした。させません。リング内に戻ります。行くのか、ストバックに突き刺さります。
掴んだ。頭突きを打ち込みます。組み合います。返してまいります。この辺りの関節攻撃いかがです？ちょっと浅いですかね。そうですか。ラリアット至近距離。組みに行きます。巻き投げで切り返します。あと返します。走り込んでのエルボー。ロックアップ。逆に投げてまいります。起こします。掴みます。膝を突き上げていった。ここから大技に初散発持ってきたいですね。ガチッと組み合った。ロープに振った。アップキック。起こした。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気に行きたいですね。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、正面から投げていった。引き起こす。今さらですね。後頭部痛だか。抱き起こす。スリーパーガッチ入った。ロープに逃れました。組み合った。コーナーに振ってストッピング。させません。首根っこを掴んだ。バッと返した。いけるか。巻き投げで切り返した。頭を掴んで、いいの入りました。記憶が飛んだか。立たせてハイキック。10分経過10メレッツゴー。立たせていく。バックを取って足をフックしてスリーピー。